おはようございます。ガチリンです。本日は久しぶりの笠岡林道です。山に入るのは実に2年ぶり。久しぶりすぎてギアが滑る感覚にビビりながらも、パウさんの背中には自由の翼が見えますね。でもそんなウキウキの中、途中雨が降り始め、行くか引き返すかも悩むも、雨雲を突っ切る覚悟で走り、展望台に到着しました。こんにちは。一人何か様子がおかしいなと思って話をしてみると、転倒による負傷で仲間の救援を待っているとのことでした。ちょっと心配ですね。山では特に安全運転とプロテクターとっても大事です。紙袋。さて、笠方林道の展望台では山を走らせてもらっていることに感謝をして、いつものお掃除タイムです。なぜか多いタバコの吸い殻。タバコを吸うのは自由なんですが、せめて吸い殻は持って帰ってほしいものですね。よし、ゴミ拾い完了。お疲れ様です。さて、天気も回復して負傷されていた方の救援も無事到着されたようですので、ツーリングを再開します。お大事に。リアタイヤが滑る感覚にも慣れて気持ちよく走ることができました。再び自由の翼を広げて楽しそうですね。ヤッホー。はい、今回のツーリングは以上です。林道を走る方はプロテクターをしっかり装備して安全最優先で走ってくださいね。特に一人で走る方は。それでは皆様も交通の安全に気をつけていってらっしゃいませ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画がいいねと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。